全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日はキャンプ道具の選び方、デイキャンプ編をお送りいたします。初めてキャンプを行う方で、僕が推奨しているのは、まずはデイキャンプを経験してもらって、その後に本格的に、まあ、一泊テントで泊まってみるという手順を踏むと、まあ、より安全に心理的ハードルも、まあ、割と乗り越えやすいのかなっていうふうに思ってるんですけれども、今回はデイキャンプ編として、まあ、例えばこう寝袋とかそういったものは、一切紹介せずに、キャンプを始めたい人向けに、デイキャンプの道具を、まあ、何を持ってったらいいのかだったり、まあ、食材が、まあ、どんなものがあると楽しめるのかとか、あとは、僕なりの、まあ、ちょっとこうデイキャンプの楽しみ方の考え方とか、そもそもデイキャンプって1日、何をするのだったり、あとは、キャンプ場の選び方というか、キャンプ場の、まあ、区画の、まあ、違いとか、そういったものを紹介できればなと思っています。で、本格的に一泊、まあ、テントで泊まってみるっていう人向けの、キャンプ道具の選び方は、この動画を上げた後に、上げる予定ですので、そちらは、少しお待ちください。そちらでは、まあ、テントですとか、寝袋とか、実際にこう夜まで過ごす、まあ、キャンプ道具とかは別で紹介しますので、そちらはまた別で上げますので、ご了承ください。それではキャンプ道具の選び方、デイキャンプ編スタートです。大前提として、僕が今回行っているデイキャンプというのは、基本的には天気がいい日だけだと思ってください。あまりね、初めての時に雨が降ってる時とか、まあ、ちょっと天候が微妙な時とかに行ってしまうと、まあ、結構大変なことがあったりするので、それはまあ2回目3回目とかであればまだ乗り越えられると思うんですけれども、まあ、初めての時はそんなにこうね、天気がおぼつかないような時は、まあちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思ってます。あとは今僕がこれ収録している時期が冬なんですけれども、まあ、基本的に夏も冬も、まあ、考え方は一緒なんですけれども、明らかにこう外気温が違いすぎるので、そのまあ防寒グッズとかそういったものは大きく差があるので、そこだけはご注意をお願いします。それではまずデイキャンプで必要なキャンプ道具を一つずつ紹介していきます。まずはどんな道具が必要なのかということなんですけれども、まず一つ目がアウトドアチェア、椅子ですね。これは正直なところ僕だったら、まあ、なくてもいいなと思ったりもするんですけれども、まあ、おそらくこう初めてキャンプをやる方で、まあ、外地べたでなんかこうそのまま座ったり石の上に座ったり、まあ、何かこう新聞紙でも引いて座るっていうのであればいけるっていう人いるかもしれないんですけれども、まあ、割とね、こう2時間とか3時間とか、場合によってはこう半日デイキャンプで外にいるって場合があると思うので、そういう意味でいくと、なんかこうアマゾンとかでなんか今多分2000円とかそれぐらいで売られていると思うんですよ、コンパクトチェアが。1脚目の椅子はまあ全然そういったものでいいんじゃないんですかね。できるだけこうコンパクトで持ち運び性があって、かつゆったりと座れそうなものをいろいろとこう調べて買ってみるのがいいんじゃないかなと思います。で、椅子はまあおそらくあった方がいいんじゃなかろうかと思ったので、一番最初に載せました。はい、一つ目が、アウトドア用の椅子でした。二つ目は、アウトドアテーブル、ミニテーブルですね。で、こちらに関しても正直ぶっちゃけこうなくても、何かこう地面のちょっとこう岩の上に置いたり、なんかこう薪とかを並べてその上に置くとかっていうのも、まあ、できなくはないと思うんですけれども、やっぱりいかんせんキャンプ初心者で、まあ、これから始めるっていう方からすると、まあ、外のものとかこう地べたのものっていうところに、まあ、抵抗がある方がほとんどだと思うので、そういう意味では、まあ、ミニテーブル、まあ、小さめのテーブルを一つ持ってっておくと、そういったものは基本的にはまあ払拭できるのかなと思ってます。ですので椅子と一緒に、まあ、なんですかね、こう慣れてる人からすると、まあ、なくてもいいよって言われるかもしれないんですけれども、まあ、椅子もミニテーブルもおそらくあった方がキャンプ初心者の方にとっては、まあ、安心感もあると思いますし、なんですかね、こう不衛生って思わない、っていうようなことがあると思いますので、
ミニテーブル、アウトドアテーブルは1つあっても、いいと思ったので2つ目に載せました。でミニテーブルもおそらくアマゾンとかでもそれこそ1000円台とかで全然揃うと思うので、もう何ですかね、最初はとにかく安く一回まずやってみるっていうのをやった方がいいと思います。でそこからどっちにしろ絶対に新しいものが欲しくなるんで、で一発目から自分の理想のものを手に入れてる人は僕は周りで一人も知らないので、僕自身も今でもなお新しいものを買いたくなるので、それは多分無理だと思います。なのでまずはやってみるっていうのを優先すべきだと思うので、安い、一番安いミニテーブルを買って、やってみるのがいいと思います。3つ目のデイキャンプグッズはバーナーですね。でこのバーナーなんですけれども、シングルバーナーと言われていて、まあ、なんか例えばガスボンベをこうくっつけてつけて、まあ、その上でこうちょっとした料理ができるみたいなのがあるんですよ。でまあデイキャンプ編なんで、まあ、シングルバーナー正直こう、なくても、まあ、いいかなとか思ったりもしたんですけれども、まあ、やっぱりねこうお湯を沸かしたり、コーヒーを飲んだり、そのカップ麺を食べるっていうところをぜひやってもらいたいので、焚き火を使ってやるっていう方法もあるんですけれども、まあ、バーナーは一つ持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。焚き火でももちろん火を確保できるんですけれども、例えば朝起きた時とか、これまあちょっと泊まりの話になってるんですけれども、すぐに火がつけれるんですよね。例えばキャンプ場に行ってまずコーヒーを飲もうっていう時に、初心者の方はじゃあ焚き火台を用意して、薪を用意したり炭を用意して、まあ、いくら着火剤を持って行ってるとはいえども、ちょっと手間取ると思うんですよ。で手間取ると思いますし、焚き火の火をずっとこう調整し続けるっていうのはなかなかこう想像が一番最初はしにくいと思いますので、そういった面でいくとやっぱりこのガス缶とか、いわゆる何ですかガスボンベとかを使ったシングルバーナーというまあ何ですかねコンパクトなバーナーがいろんなアウトドアメーカーから発売されているので、そういったものを一つ持っておくと、まあ、気軽に水をお湯に変えられる、お湯を沸かせますし、ちょっとした煮込みとかもできるので非常に便利だと思います。まあ、ソロキャンプをやる方は、まあ、基本的にはシングルバーナーは1台は持ってると思いますので、まあ、デイキャンプの時も持って行って、まあ、コーヒーとカップラーメン、を作れるような体制にしておくのがいいんじゃないかなと思いました。ですので、まあ、3つ目はシングルバーナーを挙げさせてもらいました。4つ目ですね。でこの4つ目に関しては僕焚き火台を入れてるんですけれども、正直、まあ、このバーナーがあればなくてもいいです。ただ僕がなぜ焚き火台を入れたかというと、まあ、まさに今12月にこれ収録してるんですけれども、まあ、夏だったら焚き火しなくてもいいと思います。正直暑いんで、ただやっぱ冬になるとこう暖を取るっていうのもまず一つの目的としてもありますし、そもそも焚き火って楽しいんですよ。本当にこうただ単に火を薪をくべて燃やしているだけで、それだけで楽しいんですよね。なので僕は焚き火台はぜひ一つ買ってもらって、全然こう高くなくていいと思います。安いのも今1000円台から焚き火台売られているので、それがあると僕はそのデイキャンプでも、なおなんですけどプラスアルファの楽しみが得られると思いますし、どっちにしろキャンプをやっていくにあたって焚き火台っていうのは1台は持っておくべきものなので、焚き火台を4つ目に入れさせてもらいました。焚き火台はねちょうどこの収録している数日前に僕が13種類焚き火台の比較動画を作ってアップロードしていますので、そちらもぜひご覧になってください。5つ目ですね。でこれも焚き火台と一緒に焚き火台となんかこうニコイチみたいなもんなんですけれども、火バサミですね。炭を挟むトングみたいなやつなんですけど、これって実は結構重要で、焚き火台を使う時に焚き火台の中のこう炭をこう結構動かしたりするシーンとかあるんですよね。これ何かというと、火がすごくこうなんかこう上がっている時とかにちょっと動かしてちょっと火を抑えたり、まあ、炭いじりとか薪いじりみたいのでデイキャンプの時に椅子に座って焚き火台の前に座るじゃないですか。で景色見ながらもう炭とか薪をなんかよく意味もなくいじってるみたいな
なんか そういうのそういう時間って結構僕すごく楽しくて、まあ、それをやるためには火バサミがどうしても必要なので、まあ、火バサミは5番目に入れました。なのでこれも4番の、焚き火台とセットで焚き火台を持っていくのであれば火バサミは必要なので火バサミを入れています。で6つ目ですね。6つ目が着火剤です。着火剤、これも4号の焚き火台と火バサミとセットのものなんですけれども、着火剤は必ず持って行ってください。なぜかというと着火剤がないと正直火をつけられないっていうパターンが結構あると思います。次ライターって書いてるんですけど、ライターだけだと、まあ、炭とか薪って正直火をつけるのが非常に、まあ、ちょっとしたこうテクニックが必要になってくるので難しいと思うんで、そこは、素直に着火剤に頼ってください。で、コツとしては着火剤を着火剤の種類によるんですけれども、着火剤を思ってる以上にちょっと多めに使って確実に火をつける、確実に早く火を回すっていうことを意識するといいと思います。例えばこう、ね、よくあるなんですか、こうポキッと折ってなんかこうチョコレートみたいに折れてるものタイプのあると思うんですけど、あれ1個だけとかじゃなくてもう1枚の半分ぐらい使うぐらいの勢いでやってもらった方が早くつくんで、着火剤はぜひ持っていきましょう。ライターですね。ライター、焚き火台があって着火剤があって、まあ、それに、まあ、火をつけるものがいるので、ライターですね。でライターも100円均一とかで売られているものでもう十分なので、あとはマッチとかどっちでもいいんで、これも持っていくようにしてください。で次が8番、これもまたちょっと焚き火からずっと連続してるんですけれども、軍手ですね。軍手もしくはレザー手袋、いわゆる革の手袋ですね。で、正直最初は、まあ、家にある軍手を持っていくのでいいような気がします。で慣れてきたらレザー手袋、革手を買って使っていくっていうのでいいんじゃないかと思います。まあここね、革の手袋はなんかワークマンとかで、まあ、500円ぐらいで売られてはいるんですけれども、まあ、軍手とかだとねもっと安いんで、まあ、ここはねまず最初は軍手でやって、なんかこう夏にバーベキューしてる時に軍手でねトングとか掴んでたと思うんで、あの感じで軍手を使っていくっていう感じでいいんじゃないかなと思っています。9が薪ですね。まあ、実際に燃やす薪がないとそもそも焚き火できねえっていう話なんで、でこの薪なんですけど、薪は基本的にはキャンプ場で買います。でキャンプ場でこう拾うっていうよりはキャンプ場の売店とかで売られているっていうことの方がほとんどあると思いますので、なのでもうキャンプ場に行くときに電話で聞いておくといいと思います。薪売ってますかっていうふうに。で薪って実はそこそこ値段がして1束600円とかするんですよ。1束って冬のデイキャンプで、まあ、ちょっとこう燃やし方にもよるんですけれども、まあ、2束ぐらいは使うかもしれないですね。まあ、焚き火って本当にこう暖を取るっていう意味では非常に暖かいんですよ。寒ければもうガンガン焚き火を焚けばめちゃくちゃ暖かいんで、僕基本的にどんなに寒くてもテントの中にいないんですよ。もう本当に寝るときにしかテントの中に入らないので、常に焚き火もう火をめちゃくちゃ燃やすんですよ。それが僕がもうとにかく楽しいんで、まあ、ちょっとねそういう自分なりの楽しみ方っていうのもあるんですけれども、しっかりと焚き火で暖を取っていれば寒さもかなり抑えられるので、薪はまあデイキャンプの中で、まあ、4から4、5、6、7、8まで揃えるのであれば9、薪はあった方がいいかなと思います。超コンパクトスタイルで、焚き火なんですかね、焚き火台、火バサミ、着火剤、ライター、軍手、物を掴んだりするときに必要なんで、まあ、焚き火台、火バサミ、着火剤、ライター、薪は、まあ、なくともできなくはないんですけれども、まあ、より楽しい、まあ、キャンプっぽさを求めるのであれば僕はぜひ焚き火をやってもらいたいなと思っているので、9番目に薪を入れました。で、10、ケトルですね。ケトルっていうのは、まあ、いわゆる夜間ですね。お湯を沸かす夜間みたいなものですね。でこの夜間で、まあ、なんでいるんだっていう話なんですけど、ぜひねデイキャンプに行ったら
まあ、カップラーメンとかあのコーヒーとかあとはまあ紅茶とかでもいいんですけどをぜひあの楽しんでもらいたいんですよ。なのでお湯を沸かすためにあのケトルっていう風に書きました。でこれはあの正直ねあのいわゆるこう夜間タイプのものじゃなくて、まあ、シェラカップっていうお椀みたいなのがあるんですよ。ステンレスとかアルミの。でそれであのお湯を沸かすっていうのもシングルバーナーで、まあ、できるんですけど、まあ、ケトルはあのいずれにせよキャンプを行っていく上では必ず必要なものなので、まあ、1個あってもいいんじゃないかなと思います。ですので10番目はケトルにしました。で僕はソロキャンプで、ソロキャンプで使うケトルに関しては容量はまあ結構小さくていいと思ってて、僕が使っているタイプは、今トランギアというものなんですけれども確か 0.6 リットルとかそれぐらいですね。でもう一つ今他のメーカーのものも買ったんですけどそれも 0.6 なので十分ですね。カップ麺一杯はカップ麺は普通に作れますし、まあ、コーヒー飲んでも少し余るぐらいなん でそれはまあ、容量は基本あまり大きくない方が軽くていいんじゃないでしょうか。まあ、ソロキャンプじゃなければちょっと話は変わりますけどね。なのでまあ10個目は、ケトルを入れてます。11、これでまあキャンプ道具は一通りなんですけれどもマグカップですね。結構こうマグカップもいろんな種類があってめちゃくちゃ安く売られているのでそんなに こだわりなければ家から持っていけるものを持ってってもいいと思うんですけどガラス製とかだとちょっと持ち運びが不便なので、まあ、マグカップも1個あってもいいと思います。ちょっと慣れてきたら木のマグカップで、まあ、クックサっていうものがあるんですけれどもそういったものをこう使いたくなったりする人も多くなってくると思います。で、先ほどもそのこのケトルの時に1個前のケトルの時にも言ったシェラカップっていう、まあ、ちょっと便利な、なんですかね、器にもなるし、まあ、コップにもなるしみたいなのがあるんですよ。でそれを持っておいてそれで代用するっていうのもできなくはないんですけど、まあ、そのあたりはまあお任せしますね。まあ、マグカップは1個あってもいいような気はしますね。はい、ということで11個目が、マグカップ、まあ、もしくはこうシェラカップとか、まあ、飲み物を飲むためのものっていう感じですかね。大まかなキャンプ道具は、まあ、これぐらいかなっていうところですかね。それにいわゆるこう食材ですね。食材デイキャンプっていうのはまあ結局ねこうキャンプ場がオープンして大体こう夕方ぐらいまで、まあ、半日入れるっていうようなプランなのでそんなにこう、まあ、お昼ご飯、まあ、到着してお昼ご飯食べて、まあ、ちょっとこうゆったりしてコーヒー飲んでまあ、夕方買えるっていう感じだと思うので、まあ、コンビニで1リットルぐらい買ってればまあ足りるんじゃないですかね。水を買っていって、カップ麺を買ってでお箸、まあ、割り箸持っていってあとはコーヒーですね。コーヒーもなんかドリッパーなんか使い捨てのドリッパーでいいと思って使い捨てのドリッパーを持っていって、まあ、あとはなんかカプリコとかなんかこうお菓子とかなんかそういうの持っていけばもうそれだけで半日十分楽しめると思うので、水とあとはまあちょっとした食材、まあ、カップ麺とお箸、コーヒーセット、まあ、ドリッパーですね、チョコレートとかそういうね甘いのが好きな人は食べたらいいんじゃないかなと思います。その他にこれあったら便利だよっていうものは、まあ、もう若干こう必須なものもあるんですけれども、まあ、ゴミ袋ですね。ゴミ袋は必ず持って行っておいた方がいいと思います。まあ、そんなにねこの僕が今言ったデイキャンプこの道具だと正直そんなゴミ出ないんでコンビニで買った時の袋でもまあ悪くないとは思うんですけれども、まあ、1枚ぐらい持ってっておくといいと思います。まあ、何がいいかっていうと例えばこう掃除する時とかに焚き火台とかなんかその結構汚れるんですよ。炭を使うんで炭とか薪を使うんで、でその時にはそのキャンプ場でしっかりとこう洗えればいいんですけれども、なんかこう例えば仮にこう洗えない状況だったとしてもすぐ帰らなくちゃいけないとかなんか洗う場所がなかったとかだったらそのゴミ袋にそのままこう突っ込んで、カバンの中に入れるっていうのもできなくはないんで、まあ、ゴミ袋は何かとあると便利です。で、ウェットティッシュで、ウェットティッシュは逆にこう洗えない時とか、まあ、ちょっとこうお皿とか汚れた時にウェットティッシュでこうサッと拭いて、収納できたりするんでこれもあるといいと思います。僕は結構料理をするので、油が手についたりしてそのカメラを触らなくちゃいけないんでそういった時はアルコールのウェットティッシュを使うようにしています。セブンイレブンとかで売ってるんで買っていきますね。なんかもう毎回あとはまあ車に積みっぱなしとかにしてますね。服装ですね。服装、
こう服装はやっぱりこう結構ちゃんと考えた方が良くて、まあ、今の時期からまあ初めてやる人ってまあ結構こうチャレンジャーだと思ってて、まあ、デイキャンプだったらできなくはないと思うんですけど、気温ってなんかこうマイナス何度からこう何度、日中何度みたいなのあるじゃないですか。で日中の一番暖かい時、デイキャンプだからといって日中の一番暖かい時を軸にしていくと多分本当死ぬほど凍えます。もう焚き火ガンガンじゃないと死ぬほど凍えるんで、オープン前から朝早くから何かこう並んだ、真冬に並んだ経験がある人とか、あとはこうディズニーランドの朝とか、なんかそういう並ばなくちゃいけない、外でこう動かなくてめちゃくちゃ寒い状況の時に結構寒いじゃないですか。なんか あれとほぼ変わんないんですよね。ほぼ変わんないというか、まあ風があるんで外なんで、なので服装は結構思ってる以上に防寒していった方がいいです。なんか防寒衣料というか、ちゃんとインナーも着込んだ方がいいですし、アウターもなんかダウンジャケットでちゃんとした性能の厚手のものを持っていった方がいいと思いますので、でここは服装はこうちょっと今ねこうパッとこういろんなやっぱ温度によってあの気温によって変わると思いますんで、まあ、とにかく予想、あ皆さんが初めてキャンプをされる方は予想しているより寒いと思っておいていいです。別に正直服装なんかちょっと多めに持っていっておいても後悔はしないじゃないですか。そんなに大して重たくないんで。ただもう寒いともう帰る以外なくなるんで、服装は本当にもうしつこいですけどたくさん持ってってください。暖かいの、これは重要です。あとはまあこれらの道具を入れる、まあ、大きめのこうダッフルバッグとか、まあ旅行に行くようなバッグとかですかね。まあ今言ったぐらいであれば、まあ、十分バックパック、まあ、そうですね、これだとまあ30リッターぐらいのバックパックに余裕で入るんじゃないですかね。なのでまあ皆さんが今持ってるあのバックパックとかあの大きめのバッグ、まあ、トートバッグとか何でもいいんですけどで持っていくっていうぐらいでいいと思います。うん、まあ、これぐらいをあの揃えて初めてキャンプに行く、かつまあこれが今デイキャンプの話ですね。デイキャンプ、お昼日中にするキャンプですね、日帰りのキャンプですね。でこれをまずやってみるのが僕としては非常におすすめです。まあ、何かというとやっぱりこう寝るってなると結構こう機材も一気に増えますし、金額も高いんですよ。テントとか寝袋とかって、であとはエアマットとかいわゆるこうアウトドアマットも買わなくちゃいけないんで、結構値段が一気にもう今デイキャンプで揃えている全てのもの以上に多分お金かかるんですよ。ただ僕キャンプの楽しみってもちろんねこう夜のこうランタンを眺めながら星空を見るとか焚き火を眺めるっていう、まあ、そういう夜でないと得られないものはあるんですけど、十分日中でもやっぱりこう今までこうそんなにこう外でアウトドア活動をしてなかった人であれば、デイキャンプで自然の中でコーヒーを飲んだりプラーメンを食べたり、まあ、ぼーっと焚き火を眺めたりっていうだけで十分だと思いますので、でそこはまあ、 あの僕としてはデイキャンプから慣れていくことを推奨します。デイキャンプはテントもタープもなくていいと思います。でタープって例えばこう夏であればあった方がいいです。まあ、何かというと日差しがとんでもないんで、冬とかだと僕基本的に、まあ、夏とかでもそんなにこうタープ使わないんですよね。まあ、木の下とかにいたりしますし、最近ここ半年間もうタープ使って記憶がないですね。タープ使った記憶がないかもしれないです。まあ、ハンモックの時にタープ上で、まあ、基本的にこう天気がいい時にしか僕行かないんで、あ、まあ、使ったか、使いましたね、ごめんなさい。あの三つ星キャンプの時に使いました。まあ、ただあのデイキャンプで初心者の人はタープ持ってかなくても、まあ、買わなくていいと思います。あの余計な出費になるんで、まあ、どうしてもあの雰囲気が楽しみたいっていうんであれば買ってもいいと思うんですけれども、なくても十分あの楽しめます。まあ、そもそも晴れた日に行ってください。あとはあの食べるもの、まあ、カップラーメンってさっき言いましたけど、あのコンビニで普通に結構いろんな、食べるものが売ってるんで、例えばこう味噌汁のこうレトルトのやつとかあるじゃないですか。ああいうなんかもうお湯を注いでできるものとか、お湯で温めてなんかご飯にかけるものとか、なんかそういうレトルト系とかもうまく活用すると、良いと思います。全然もう、料理には凝る必要は、まあ、凝ってもらってもいいんですけど、特にこう凝らなくちゃいけないっていうルールなんか全くないので、あの僕なんか最初の頃マクドナルドであのセット買って持って行ってました。で昼間まず着いたらそれ食べて設営してっていうのとかも全然やってたんで、まあ、本当にあの外で食べるだけで気持ちがいいので、
あのデイキャンプのまあ流れ的なものなんですけど、まあ、到着するまでなんですけど、まあ、できれば、まあ、電車で行くのでもいいですし、電車で行けるところであれば電車で行くのでもいいですし、あのレンタカー借りて、まあ、オートキャンプ場とか行くのでもいいと思います。で、まあ、到着したらできるだけそのできるだけね、まあお昼ぐらいにはまあ到着しておいて、そこからまあ設営とかして多分まあ1時間ぐらい、1時間もかからないか、もう本当に椅子とテーブル広げてバーナー置いて、まあ着火、まあ火を起こすのがちょっと時間かかるぐらいですかね。まあ少し早めに到着をしておくのがいいのかなと思います。あのゆっくりめで、で、焚き火を燃やすときって、いわゆる焚き火をしっかりとこう、まあ、燃やし切ってで、その燃やし切った灰をキャンプ場に捨てられるところがあれば、まあ、捨てるっていう感じになるんですよ。なのでちょっと ここが最初迷うと思います。一回こうキャンプ場に着いた時に燃え切ってない薪とかがその捨てられる場所があるのかとかはちょっと確認しておいた方がいいかもしれないです。まあ、なぜかというと多分デイキャンプの場合って3時ぐらい、まあ、5時が例えばこうチェックアウトだとこう3時ぐらいに燃やし始めたとしても、まあ、綺麗にこう全部燃えなかったりするんで、その時にねこう どうしたらいいか分かんなくなると思うんですよ。それでなんかこう外にほっぽり投げて帰るっていうのは、まあ、やってはいけないことなので、まあ、管理の人とかに、管理人の人とかに、まあ、今日初めてでこう薪とか、焚き火しようと思ってるんですけどこう燃え残ったらどうしたらいいのみたいに聞くと多分あの親切に基本的には教えてくださると思いますので、そのあたりはまあちょっと最初にあらかじめ確認した方がいいです。なのでまあ管理人がいるキャンプ場がおすすめですね。いろいろとこう、まあ、何かあったら教えてもらえますし、対処方法とか分かるので、あとはそのキャンプ場に薪が売ってるのかっていうことは、まあ、売店があるのかっていう話ですよね。基本的に売店があると、まあ、ちょっとしたこう食べ物とか水とかも売ってるので、そこもまあチェックしておくのがいいのかなと思います。あとはトイレ、トイレの設備ですね。まあ、ウォシュレットがあるのとか水洗があるのとか、そのあたりもしっかりと事前に確認しておいた方がいいと思います。まあ、特にね、まあ、例えばこうカップルで行くとかってなると、なかなかこうトイレの清潔感で、まあ、今後のこう、ね、2人のこう関係性にこう亀裂が入ったりする可能性もなんか なきにしもあらずというか、まあ、そんな人はいないかもしれないですけど、まあ、とにかくねこうトイレは重要だと思いますので、そのあたりはしっかりとチェックしておくのがいいのかなと思ってます。キャンプサイトで泊まりの人の方が影響すると思うんですけれども、キャンプサイトってそのオートキャンプ場とかそういうのがいろいろあると思うんですけど、まあ、まずオートキャンプ場っていうのはこの車で行って、その基本的には車の横でそのキャンプテントが張れるっていうような感じですね。なのでこう荷物がたくさん持っていけますし、レンタカーとか借りて、まあ持ち運びが非常に楽なところですね。で、区画サイトとフリーサイトっていうふうに分かれてるところがあると思うんですけど、まず区画サイトっていうのは、まあ、自分のそのテントを張っていい、そのキャンプをしていいエリアがもう決まってるんですよ。10メーター10メーターとか何メーター何メーターとか、この区画が今日あなたが使っていい場所ですよっていうのを割り当ててるサイトで、基本的には予約していくものですね。予約をしていかないともう区画が余ってなければもう泊まれないんで、逆にフリーサイトっていうのは、まあ、この辺り一帯もうどこでもいいよと、自分の好きなところにテントを張ってやってください、キャンプをやってくださいっていうスタイルのサイトなので、例えばこうふもとっぱらっていうすごく有名なゆるキャンの聖地とも言われてるんですけれども、富士山がドーンと見えるこう大きな草原があって、そこは実はこう全部フリーサイトなんですよ。でただし入場制限がかかるレベルまで人が入るっていうこともあるので、ふもとっぱらはフリーサイトですけれども基本的には予約をしていった方がいいみたいな、そういった、まあ、キャンプ場によってちょっとルールとか人の入り方とかは違うんであれなんですけれども、基本的にはこう区画サイトは自分だけの区画があります。それなので予約をしていってください。フリーサイトに関しては当日好きなところにどこでも行っていいですよというような感じのものです。はい、そんなところですかね。デイキャンプは、まあ、何回も言いますけれども、まあ、本当にもとにかく最低限の機材、最低限の金額でまず行ってみて、な感覚をつかんでください。で、キャンプ場にデイキャンプに行った時に必ずやってもらいたいことがあって、キャンプ場を
うろうろ、まあ、ちょっと怪しくない感じでやってもらいたいんですけど、うろうろしてもらって他の人たちがなんかどんなキャンプをしてるのかっていうのを、まあ、チラチラっとあんまジロジロ見たら本当にあの良くないんでやめてもらいたいんですけれども、チラチラっとこう見て回るっていうのはやってみるといいと思います。でそうするとあの他の人がどんな風にキャンプをしてるのかっていうのが分かって、あ、こんなキャンプスタイルいいなとか、この人のキャンプサイトめちゃくちゃかっこいいなとかっていうのがあると思うんで、まあ、チラッチラッと見るぐらいであればあの、まあ、許容範囲だと思いますので、それはあのやっていただくと、まあ、次につながるんじゃないかなと思います。で絶対にいずれにせよあの最初に買ったもの、最初に買っていろいろ揃えているとどん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 こうキャンプ沼にはまっていって新しいものが欲しくなると思うので、まず一番最初は最低限のものを買い揃えて、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はキャンプ道具の選び方、キャンプの始め方、デイキャンプ編ですねを、ご説明してみました。次回は初めてテントで泊まる編ということで、泊まりのキャンプについて、まあ、道具だったり食材であったり、キャンプ場の設備とか、あと1日の流れとか、まあ、注意点とかそういったものを説明をします。なのでベースとなるのはこのデイキャンプで使った道具プラス泊まるために何が必要かという考え方なので、こちらの動画をベースに作っていきます。もし何かこうキャンプ初心者の方でなんか分からないこととかあれば、まあ、コメントいただければできる限り答えます。まあ、あとはこうすごくこう深いコメント、深い質問とかになるとオンラインサロンをやっていますので、あのそちらに入っていただければもっとこう細かく、まあ、道具のアドバイスとかもできると思いますので、まあ、そちらもまあ興味があれば、あのキャンプね本当始めたての方とか結構いらっしゃって、そういった方とかといろいろとお話しするとやっぱ楽しいので、そういったものもありますので、ぜひあの興味があれば見てみてください。はい、ということで本日はキャンプの始め方、キャンプ道具の選び方、デイキャンプ編をお届けいたしました。最後までタナチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。